はい、めぐさん着きました。ここはどこですか？村松の奥の方の山の奥の方、千見渓谷の上流になるんですけども、千見渓谷ってのはこれまた綺麗なんですよ、夏になると。結構山登ってきましたね。ここかなり登りましたね。はい。チャレンジランド杉川。今日は何作りますか？ですね、今日はですね、キャンプ料理、キャンプ飯ということですから、ダッチオーブンを使って。最高です。はい。あなたがお肉よりもお魚がいいかなって言ったんで、はいはい、お魚にしました。ありがとうございます。それと、燻製でベーコン作ろうかなと思って。うわ、めっちゃ嬉しい。それとですね、あと、あなたの好きなカレー。あー。それも簡単に作りたいので、キーマカレーにしました。いいですね。はい。前も私が作ったやつはキーマカレーでした。キーマカレーです。今度クマさんと一緒に協力しながら、はい、2人で、はい、はい、はい、作りたいと思います。はい。一応そんなことで、これから、セッティングして、メグとキャンプ飯を作ります。やったー！よろしくお願いします。お願いします。はい。ちょっと軽く準備しましたけど、はい。ですね、とりあえずこのダッチオーブン。キャンプですね。はい。これでですね、これまあ、タイなんですよ。おー！で、これ中華鍋。中華鍋。これでキーマカレーを作ります。そして、これでですね、はい、燻製焼きの、燻製器なんですけど、これで、ベーコン作ると思います。はい。燻製だ。はい。キャンプ飯やるのはどれくらいぶりなんですか？もう超久しぶりですよ。久しぶり。はい。超久しぶりです。うんうんうん、もう何年ぶりだろう。ちゃんと十何年ぶりじゃないですか。感覚を取り戻していただいて。感覚を取り戻しながら、はい。一緒にお願いします。はい、後ろでは焚き火が。焚き火が、はい。あそこでこのダッチオーブン。はい。ねえ、ちょうどいい感じだね。かっこいいですね。はい。これも昨日塩したりとかですね、もう内臓を取って、鱗も取ってあります。これちょっと焼きますね。これ赤鱗もついでに買ったんで、赤鱗も。赤鱗すごい。結構しっかり。こんなだよ、ほら。ヒレんとこに。ヒレんとこ。米が。だから、こうしたら絶対切れますよね。危ないですね。塩持ってきますか？こんなのいいでしょ。後で味付けするから。あ、もうすでに焼き目ついてる。一応、オリーブオイル入れてます。はい。おー。豪快ですよね。豪快ですね。ね、キャンプ飯ですね。これが美味しいんですよね。ね、これうまいですね。これ鍋自体は熱いですよね。熱いですよ。触っちゃダメよ。ですよね。うん。触るときは、その、釜の。これ。それ使わないと。はい。で、こう、ちょっと火を見てもらっていいですかね。わかりました。それでつけ、使ったら、その。これ？うん。焚き火をちょっと入れてください。はい。火の番を。燃えはいいんですか？はい。燃え方は流木も。ああ、いいですよ。もう乾燥してるやつだから。ああ。天気いい時拾ってきたから。OK、OK。はい。これ火に落ちたら危ないですもんね。危ないですね。ファイヤーに乗ってるよ。はい。ファイヤー乗ってますか？一回ファイヤー消してもらっていいですか？はいはい、で、一旦これ出して。はい。出しまして。焼けてますね。ニンニクなんですが、おこれ違う。これ玉ねぎです。あ、結構ニンニクいい感じ。入れていいですか？はい。こっちでニンニク。はい、入れてください。全部入れてください。入れました。そしたら、
これも入れてください。はい、これはじゃがいもと。じゃがいもさんです。これ人参さん。じゃがいも入れます。これもう一つ、はい、これ生姜も入れてください。はい、先に生姜、ニンニク先入れた方が良かったんじゃないですか。あ、もう熱いからこれでいいです。はい、わぁ、灰が目に入る。わぁ、他の爪忘れてたんか。この光景何回聞いたことか。このマスオさんのね、マスオさんのやつ。タコの爪結構強いな。これも入れちゃっていいんですか。これやばいから後で。オッケー。じゃあ、アスパラは、うん、アスパラ入れてもいいよ。はい、アスパラ入れます。ちょっとまだ早いか。なんかね、まだ早いかも。根菜系が、水も入れるんですか。入れますよ、ちょっと置いて。はい、いや忘れてるわ、やっぱり鷹の爪。クマさんも爪でいきます。俺も爪でじゃん。それだったらいいですよね。鷹の爪で。じゃあアサリ入れちゃいます。お、結構炎が。じゃあアスパラ入れますね。はい、彩りがすごい綺麗。これってなんか順番あります？ないです。どっち上とかあります？ないです。ドバドバと。ドバドバ、はい。お魚入れます。あ、滑っちゃった。皮の干したが良かったな。ちょっとお魚さん、いいですか。はい、入れました、仲良く。おわキャンプ飯。スモーカー、これスモーカー。結構目分量なんですね。だいぶ、あんなもんもう目分量ですよ。だからさ、ちょっと濃いめなんだな、味が。ゆりさん、ワインドボドボと入れますよ。しっかり玉ねぎ炒めないと、水分飛ばしてあげないと美味しくないですね。あ、なるほど、うん、そこでじゃあたっぷり、まあ、結構しっかり炒めて、はい、しっかり、はい。あ、これ入れるの。あ、白身魚がいいですね。アサリさん、アサリさん入れて、はい、あとトマトも入れましたね。じゃがいも、人参、はい、ニンニク、生姜、はい、でアスパラも入ってましたね。アスパラも入ってますね、うん、色はすごい綺麗でした、はい、どういう風に買ったら俺もよくわかんないのよ。煮込みみたいな。まあ煮込みですわな。西洋煮込みなんでしょうな、きっとね、うんうん、なんか白ワインとかも入れたりして。白ワインとか入れてね。15分ぐらい煮詰めればいいらしいですけど。メニューに、時間見てねえもんね。玉ねぎしんなりしてきた。してきましたね。はい。いいですね。いいですね。はい。うん、いい香り。あとひき肉をじゃあ。はい。はい。ちょっとこれ入れたらですね。ここでね、鷹の爪とさ、あー、入れたら合うよ。なんで俺忘れるんだ。
あったよ、鷹の爪。おー、よかった。でも入れるの間に合うかな、まだ。まあ、ちょっともうそこなんか入れちゃう。早くね、最初の方が良かったんですけど。ちょっと順番全然違うけど。うん。ちょっと行きますよ。はい。あと、混ぜ混ぜしてください。はい。これ料理やる人が見たら怒んだろうな。もうキャンプ飯は自由なんで。キャンプ飯ということで勘弁してください。こっちまでパパの爪飛んで。これが飛んでいった。種が飛んできた。香りが乗るかな。はい。はい。一つでいいよね。うん、いいと思います。そうですね、ここでコンソメ入れるの忘れました。そこに入れます。ここに入れます、はい、これは肉の色はパンクしたかな。まあ、はい、お願いします。カレールー、コンソメ溶けた。うん、結構豪快に。クマさんの火に出た。めちゃ好き。もうほぼ完成。これもグツグツしてるんですよ。キーマカレー。ちょっと火強いから止めちゃおう。この笑顔は何ですか。え、なんかすごい見た目濃そうですけど。いただきます。ちょっと水入れて飛ばしますか。うん、そうしましょう。3つは入れすぎたんじゃないですか。辛い。味濃。味濃。まあ、キャンプ飯ですから。どこにあったっけな。なんだろう。トング。あ、トング、トマさん持ってない。あ、これじゃなくて。おお。いい感じでしょ。すごいいい感じですね。トマトも。そう。うまいんですけど。何かが足りない。いや、足りなくはないんですが。ありがとうございます。いただきます。でもお魚すごい柔らかい、美味しそう。うん。ね。いい感じやね。美味しいと思いますよ。でもなんか足りないっていう気持ちもちょっとわかるかも。いや、足りて、大丈夫よ。もうちょっと煮込みたいですよ。うん。なんでですか。塩分強い。なんだろうね。なんか、多分お魚にまぶした塩分だと思うんですけど。はい、入れました。仲良く。おっ、完成かな。キーマは完成。これもちょっともう下ごしらえしてあります。お塩と砂糖を入れると、こう浸透率が上がるんで、砂糖でとりあえず、全体を拭いてから、そしてお塩、胡椒ですね。そういう下ごしらえしてあります。これちょっと時間かかるかもな。ここでベーコン作ります。